テレビの前の皆様、1週間のご無沙汰でした。ドクター須田でございます。そして皆様の恋人、永遠の17歳、浦子がお送りいたします。ちょっと待って、いつそんな挨拶考えたの？僕が混ざってないじゃん。はいはい、そしてセニョールです。時間がないから先週の続きね。ちょっと最近僕の扱い雑じゃない？はいはい。では先週はフロアマットの清掃を紹介したので、もう2人とも、僕も自己紹介します。はい、皆様のスペシャルボーイ、セニョール星野でございます。無理。では博士、先週の続き、フロアマット清掃に続いて車内大掃除の研究をお願いね。はい博士、では先週の続き、大切な愛車室内の大掃除について研究せよ、パート2をよろしくお願いします。では今回は車内に入っての清掃となるので、しっかりと換気をするために可能な限りドアを開けるんじゃ。ドアが開けられない場合は窓ガラスを全開にすることじゃな。その際はお掃除する人もマスクをした方がいいわよね。そうじゃな。では最初はシートから始めるぞ。シート表面には見た目以上にホコリが溜まっているので、布団たたきなどで軽く叩くんじゃよ。長年掃除をしていないとかなりのホコリが舞い上がるかもしれんな。だから最初なんですね。でも革シートの場合はパンパン叩いてはダメですよね。確かにパンパンは省略じゃな。では最初に革シートの清掃方法について説明をするかの。あ、それは僕にお任せください。以前にシートについて研究したのでバッチリですよ。よし、ではセニョール君に任せたぞ。はい、革シートの場合は基本固く絞ったタオルで軽く拭くだけで OK です。当然通常の革クリームなどは絶対に NG ですね。でもセニョール、汚れがひどい場合はどうすればいいの？シートの縫い目や細かな場所のゴミやホコリは柔らかいブラシで取り除き、布で拭き取ればいいんだよ。あと表面の汚れが気になる場合は中性洗剤を薄めたものや市販されている本革シート専用クリーナーを使えばいいんだよ。では次に布製のシートじゃが、先ほどはパンパンと叩き出すまでは話したが、あとは浮き出たホコリを掃除機で吸い取る。それでも取りきれなかった髪の毛やゴミなどは粘着型ロールクリーナーなどで取り除けばバッチリじゃ。あ、コロコロね。あとはシートのシミや汚れはどうすればいいの？それもシートの研究をした僕が答えるね。シミや汚れは家庭で使う洗濯用洗剤を水に溶かし、きれいなタオルに染み込ませ拭き取るか、市販の布シート専用クリーナーを使えば OK だよ。この洗濯用洗剤を染み込ませたタオルは天井の掃除にも使えるんじゃよ。固く絞り軽い力で拭くと意外と汚れているのには驚かされるぞ。ただし力を入れすぎると天井表面の毛足が乱れたり変色をする場合もあるので、優しく優しく拭くのが鉄則ですね。あとはフロアマットを外した後の床のカーペットじゃが、この床を外して洗うわけにはいかないので掃除機でよく吸い取る。必要に応じてフロアマットで使ったブラシを活用し、ゴミをかき出しながら掃除機で吸い取るときれいになるんじゃ。シートを前に出したり後ろに下げたりする必要があるね。意外とシートの下って小銭だったりなくしたものが出てくることあるんだよね。次はインパネ周り。こちらの基本は水を含ませたタオルをよく絞り拭くんじゃ。その際ハンドルやシフトレバー、ドアトリムも忘れてはいかんぞ。そして汚れがひどい場合は石鹸水をつけた歯ブラシなどを使い、優しく擦るとよく落ちますよね。あとは仕上げで必要に応じて保護ツヤ出し剤を薄く塗り込めばいいんですよね。そして最後にガラス。まずはインパネと同じで水をよく絞ったタオルで拭き、その後はきれいなタオルにガラスクリーナーを吹きつけ隅まで拭き上げる。そして最後のポイントはきれいな乾いたタオルでもう一度拭くことにより視界はバッチリじゃ。ガラスクリーナーは直接ガラスに吹きつけるのではなく、一度タオルに吹きつけてから拭くことがポイントですよね。
直接ガラスにクリーナーを吹きつけるとアイサイトのカメラに付着したり、インパネに垂れるだけでいいことないですよね。あと、フラコは100円ショップで買ったメガネ拭きでガラスやナビゲーション画面を拭いているよ。運転中にちょっぴり気になる汚れはこれでバッチリだよ。それいいね。僕も買ってこよう。そしてせっかくの大掃除、時間をかけて徹底的にやりましょう。綺麗な車で早くドライブへ行きたいんですよね。でもセニョール、今度から車の中での飲食は禁止にしようね。無理。絶対にダメ。長距離ドライブに備えて、綺麗な車で安心ドライブで決まりじゃ。